あの日本人の北朝鮮これいっちゃいますか。わかりました。ではこのですね、はい、いやーこれはきついなーね。参りましょう。日本人の北朝鮮協力者極秘リストがある、クエスチョンマーク付きにしてはちょっとね、衝撃の内容ですが深入り参りましょう。今月6日夕刊フジは北朝鮮が日本人の北朝鮮協力者リストを持っていると報じました。この記事では外事警察関係者の話とした上で、北朝鮮は日本人の北朝鮮協力者極秘リストを持っている、そこには日本人拉致に協力したり北朝鮮から裏金をもらっていた政官財マスコミ関係者などの名前がずらりと書かれている、北朝鮮が彼らを脅し命がけで動けと極秘指令を出す危険があるなどと伝えています。この件に関して作家百田直樹氏は8日自身のツイッターで、北朝鮮が工作に協力した日本人のリストを公表するぞと脅しをかけているのか、バラされたくなければ死ぬ気で働けと、これからテレビや国会で北朝鮮を必死で擁護するやつが出たらそいつがそうやなとつぶやかれました。なるほど。ちょっとこれはこれ衝撃的やね。いや、まあ、この夕刊フジの報じたことが事実としてね、僕は多分事実じゃないかと思うんやけどもね、その、日本人の北朝鮮協力者リストを持ってると、外事警察関係者の話っていう、多分本当やね。だからね、それでですね、政官財マスコミ関係者などの名前がずらりと書かれていると、いやね、これこの報道を見てね、もうすっごい腑に落ちるよね。実際テレビ見とってね、まあ、去年あたりから北朝鮮のミサイル問題とか出た時にね、テレビワイドショーとかニュースのところで、ニュース番組出てきて、完璧に北朝鮮、スポークスマンやないかと、と思うしかねないような、ないそういうような、あのコメントを言う人がめちゃくちゃ多かったよね。すっごい多かったよね。で、例えば、北朝鮮がこんだけミサイルとかどんどんやってるのは、日本が挑発するからやとかね、はい、もうね、いましたね、もうこれね、はっきり言ってこれ北朝鮮の工作員ですよ。もうそういうようなことを言うね、コメンテーターがいっぱいいたんですよ。まあ、もちろんその政治家にもいますよ、立憲民主党とか、あるいはその国民民主党とか、あるいはそういう連中の中にも、国会でですね、もうまるで日本が悪いんだと、北朝鮮は悪くないんだというようなことをね、一生懸命国会、それから新聞、あるいはテレビ、ラジオ、こんなところでどんどん発言するような議員とか、著述家、まあ、物書きとか、あるいはそのコメンテーターとかもいっぱいいたんですよね。これね、絶対にもう協力者ですわ。よほど英明しとるか、あるいはもともと国籍、例えばもうが、もともとそうで今帰化してる人なのか、それはまあいろんな事情があるんでしょうけども、もう明らかにその工作が何かいますね。で、それがですね、ここへ来て、だいぶ北朝鮮追い詰められてますね。まあ米朝会談でもね。はい、で、ここでまた、夕刊フジは面白いと書いてます。北朝鮮が彼らを脅し、命がけで働けと。極秘指令を出す危険があると。これね、いざとなったらね、僕はまあツイッターで書きましたけどね、要するにお前らバラすぞと、このリスト出したろかと、このリスト出したろかと、お前らこのリスト、まあ、日本で公表したらお前ら日本で国内でもう終わりやぞと。いや、これは切実です。それ出されたくなかったら俺らもっと死に物であると、もっと北朝鮮をもっと弁護して擁護して、日本政府の悪口いっぱい言えと、これ言う可能性があるということですね。ですからね、ここへ来て今後やね、まあ、今までもそうだけど、今後テレビ、皆さんもうテレビ見てください、新聞も見てください、北朝鮮を必要以上に擁護する、そして、日本、この北朝鮮が今こういう状態なのは日本が悪いんだというような、こういう言葉を使うやつはもうこれ北朝鮮工作員ですわ。はい、北朝鮮協力者極秘リストの中で名前入ってるやつですわ。まあ、そう思って間違いないです。
いやちょっと背筋が寒くなりますね。いや本当そうですよ。うん、いやだってね、あのハニートラップとはもうどころの騒ぎじゃないでしょこんな。あ、まあハニートラップにかかったやつかもしれませんけどね。もちろんそういうやつもおるかもしれませんけどね。まあよく毒まんじゅうを壊されると言いますけど、まあ一説によるとね、まあマスコミ関係者には、まあ、テレビ局局員とか、はい、北朝鮮の毒まんじゅうを壊されたやつが相当おるとは前から言われてますけどね。いやもうちょっとこれね追加情報を一刻も早く知りたいところですけど ね、 そうですね、はい、という、まあ、角度の高さが、ね、問われる情報ですけども、はいはい、では続いてのニュースは、まあ、次も僕のツイッターでいきましょう。どうぞどうぞ、はい、小泉進次郎、はい、参りましょう。こちらですね、こいつ嫌いや前置きそう先に聞き出さなくてもいいじゃないですか小泉進次郎氏賭け問題はやっぱりおかしいというね、こちらも続けて深入りまいりましょう。産経新聞によりますと、自民党の小泉進次郎筆頭副幹事長は6日午前の党会合で、学校法人加計学園の獣医学部新設をめぐり、やっぱりおかしい、だったら特別委員会を国会に立ち上げてと発言しました。小泉氏は参議院による行政監視機能の強化を議論する中で、国会で国民生活に大事な法案を審議する一方、スキャンダルなどについてもダブルトラック同時並行でどう回していくかだと述べ、特別委員会設置を提起しました。また加計学園関係者が平成27年2月安倍晋三首相が学園理事長から新設計画の説明を受けたと愛媛県職員に説明し、後に誤った情報だったとコメントしたことについて、どう考えても愛媛県に嘘をついたというのはおかしいと強調しました。この件について作家百田直樹氏は6日自身のツイッターで原文通り読みますね、うんうん、このドアホは国民民主党にでも入れてもらえとつぶやかれましためちゃくちゃかくね、はい、原文通りでございます、はいはい、でもね、いや別にね、はい、小泉進次郎さんがですね、安倍総理を批判するのはそれは構わない、はい、まあ、政策批判とか、例えば、まあ、やってることの批判、これはね、おかしいと思うことやったら、ね、言うたら、ね、それは構わない、同じ自民党やからね、はい、同じ自民党でもいい。でもね、加計学園の獣医学部新設に関してですね、これ普通に冷静に見てもね、何のおかしいこともないんですよ、はあ、これもしつこく言いますけどね、はあ、まあ、あえてまあもう一回、小泉さんのおかしなことを言うためにわざわざもう一回言います。獣医学部はですね、もう50年間も新設されてなかったんですよ、はい、でここへ来てですね、まあ、ペットの数も増えてることもありますし、それからまあ口蹄病とかですね、まあ、鳥インフルエンザとか、まあ、いろんなもう、はい、動物に関する病気もあってで, す、ね、でも明らかに獣医師が足りない、でこれをその獣医師を前から作りたいそういう動きがあってですね、もう20年前から例えば加計学園はもう新しい獣医学部を作りたい、それから愛媛県もですね、四国に全く獣医学部はないと、で獣医師も必要だということで、もうその愛媛県も一生懸命働きかけてる、ところはもう岩盤規制ですね、もう50年前からの岩盤規制でどうしても作れない、でこのどうしても作れないというのは、その文科省とかですね、そのいわゆる利権が絡んでるわけ、その獣医師はですね、これ以上獣医師が増えたら自分たちの売り上げ減りますからね、はい、やっぱり、獣医師の数はできるだけもうこれで増やしたくない、これがもう獣医師学会のすごい利権ががっちりあって、つまり自分たちのライバルがどんどん増えたら困りますから、でそれでずっと守られてた、そのために多分文科省なんかでもがっちり組んでてね、その、いわゆるその文科省頼むわ、増やさんとで、それやったらちゃんと文科省の役人を将来、天下りでうち入れますからってね、もう大学と文科省じゃそういう関係でできてるわけですよね、でそこに岩盤規制でようやく打ち破った、でこの時でもですね、その岩盤規制をその打ち破る、それに対してなんとかその岩盤規制を守ろうと獣医学校はいっぱいしましたね、でそのためにもうその玉木とか、石破とか、はい、福山とか、そんなにもうお金いっぱいばらまいて、ほんなそういう連中がですね、もう獣医学部を作らさないように一生懸命頑張ってたわけですよね、でまあそういうので関して、やっぱりそれはおかしいということで、いわゆる特区をこしらえて、でようやくできた、でこれもね、加計学園ができたことに関して全く不正がないわけですよ。で例えば一部ではね、1校に絞ったけど、この1校に絞ったっていうのは、
これ獣医師学会からね、なんとか一個にしてくれと、はい、せめて、ライバルできない困るけど、できんのやったらもう2個は困る、1個やということでね、1個になった。で、じゃあその2個、最初その1個を目指して京都産業大学と加計学園2つが手を挙げた、はい、でも加計学園はもう20年前からそのための準備をしてるし、予算もかけてるし、教授も揃えてるし、いろいろやってきた。で、一方京都産業大学はですね、準備1年しかなかった、もう全然。だから京都産業大学もまあ一応手を挙げてみたけど、まあ実際うち無理ですわ言ってね、もう自分から降りたと。で、京都府もそれを認めてる。で、これだから何の不正もないわけですよ。で、なおかつね、そこに例えば、安倍総理がですね、加計さんから実はお金もらっとったとかね、実はそういう、逆にそのなんか加計さんからなんかいろいろ便宜を図ってもらったとか、こういうのがあればね、それもアウトですよ、はい、でもね、一切出てこない。何の疑惑、それ怪しい疑惑さえも出てこないんですよね。つまり何にもない。ところはもう、野党の連中はですね、とにかく何かしたけど、加計学園の理事長と安倍さんが友達やないかと。もうこの一点だけなんですね。で、それで何とか難癖をつけて、もう言うてること無理筋なんですけど、それを、なんと、小泉進次郎のアホが、その、はい、加計問題やっぱりおかしいと。おかしいのお前の頭やと。はい。もうほんまね、あれはね、頭悪いんですよ、本当にね。あの親父は大したことなかったけどね、もう息子丸っきしアホでね、でね、そんなアホが待ってるから、で、国会で国民生活で大事な法案を審議する一方、スキャンダルなどについてもダブルトラックでどう回していくかって、もうアホがね、大体こう英語使うんですよ。ダブルトラックで同時進行で日本があるっちゅうねん。同時並行っておっしゃればいいと思いますけど、ね、そうそう、同時並行ってちゃんとそう言えばええねん、うん、その辺小池百合子さんと似てますよね。そう、もうん、横目使いたがる人、アホはみんなね、横目使ったら賢く見えると思うとるよね、はい、横目使ってもアホはアホやで、はい、アホの上で性格もあり、味方の親もね、後ろから鉄砲で撃つようなやつね、はい、小泉さんはちょっと親子揃ってなんか最近ね、そのもう大嫌いだよね、はい、ほんまに、ね、次、いや、お父親はやっぱりいろいろ功績があったと思うんですけど、ない、小泉純一郎ってほんまダメやで、ね、あのね、もう小泉純一郎がね、まあ高台いろいろあるとか言うけど、もう小泉純一郎で絶対許せないことが一つあるね、はい、それは何かやったら、何でしょう、派遣を限りなく認めたこと。ああ、うん、あのね、それまでね、派遣労働者っていうのは日本は認めてなかったやん、あのいくつかね、あの、はい、特殊技能を持った人だけ派遣労働を認めたけど、とはその派遣労働を、はい、もう一般事務でも、もう単純労働でも、はい、それも全部派遣でええよってなったわけや、でこれで誰が儲かったかったら、企業めちゃくちゃ儲かって、もう企業はだからもう、あ、やっぱりね、正社員雇うと、はい、その保険代とかね、それからあの福利厚生とか、あるいは年金の積み立てとか、もういっぱいあって、だから例えばもう500万、給料で500万払おうと思ったら、その税金の分もなぼか多少も、会社払うしね、で、そんなね、結局経費かかるとね、例えば、まあ、単純計算やけど、社員に給料500万払うということは、だいたい1000万ぐらいかかるわけやね。うん、ところがこれは派遣にしたら、うん、もうその500万払うのがこれがもう400万とか300万で済むわけし、まずね、でなおかつその分の余計な経費もほんまほとんどかからない、はい、なおかつ、あ、もうそろそろうち業績もう、ちょっと今年は業績縮めますから、もう首ですわ、ピピーって、もう首というかね、もうすぐ派遣を切れるわけ、だから企業としてはもうめちゃくちゃ儲かるわけね、だからあの派遣労働に派遣をいわゆる規制緩和をしたことによって、はい、日本の企業会社は、うん、ものすごく儲かったけど、うん、でもそのおかげでどうなった、今もね、もうどうしようもできない、だって今はもういわゆる非正規雇用が3分の1とか半分とか言われてるわけね、うん、ほらもうね、これはね、もう今さら手つけようがない、仮に僕が今首相になって、じゃあかなり独裁的な首相になった、独裁的な権力を持った首相になったとしても、はい、派遣問題だけはどうしていいかわからん、うん、それぐらいややこしい問題、つまり派遣問題があるからこそ、日本の全体の給料も下がってるわけ、うん、まあ、もちろん給料下がってるのは それだけはないよ、それだけはないけどね、まあ、一つだけ言うと、例えば、はい、だって安い給料上げてくれよ社長言うたら、うん、もううるさいな、お前もうやめてくれよ、だってそこらの派遣の方がずっと安いんやからってなりますよね、で派遣は派遣で、まあ、そうやって雇ってもらえても、はい、もう全然絶対的な保証ないわけ、そうですね、うん、だって昔の日本はね、仮に給料が安うても、はい、いわゆる終身雇用というのがあった、
つまり一生会社で面倒を見てもらえる、はい、まあ、これはねまた当時ね昭和30年代か40年代にね日本の進歩的文化人とかですね、はい、あるいはその欧米かぶれの経済評論家なんかね、終身雇用おかしいと、はい、あるいは年功序列はおかしいと、サラリーマン、労働者は自分実力主義でとかね言われましたよね、もっと自分の労力を高く売っていく、これやぞと言ってたけど、はい、もうね、だから日本的なそういう終身雇用とか、年功序列はもう古いと、はい、もう全然グローバルじゃないと言われたけど、はい、あのね違うやん、日本の経済の強さ、日本の会社の強さというのは実はそこにあったんや、あの確かに給料は安いかもしれない、しかし会社は家族みたいなもんで、だからもうその典型的に出てるけどね、要するにじゃあ会社のために頑張ろう言ってね、みんなそうやって一丸となってみんな頑張ってきた、だから日本この発展したけど、ところがもう俺会社にしても首切られるのか、で、ね、派遣で使われるのか、で確かにね能力のある人間いますよ、能力のある人間で高いところへ自分の能力ポンポンポン打っていける人間います、はいはい、でもそんなもんね全サラリーマンの 0.何%ですよ、まあ、確かにね、うんうん、いやほいで、先ほど言いましたね、その例えば終身雇用、これね今欧米で終身雇用を取り入れて成功してる企業、あるいは急成長してる企業いっぱいあるんですよ。ああ、皮肉な話ですね。そうなんですよ。だから日本がもう長いことかかってずっと昔からあったそういう制度をみんな捨ててしまった、うん、とはそれを逆に今欧米がいや終身雇用を使ってみたらすごくいい、やっぱりねその企業に対するその安心感、それからあそこまで面倒見てもらえるのか、はい、じゃあこの企業この会社のために頑張ろうというね、そういう愛社精神も生まれてくるしね、だから実際にそういうふうにうまいこと言ってる企業本当多いんですよ、うん、それを ね全否定してきたのがやっぱり90年代の以降ですもんね、竹中平蔵に騙されてね、あの小泉純一郎がもう派遣恐れえな、それだったら日本の企業今ちょっと下手っとるけどもう良くなる、確かに企業は良くなった、しかしその労働者はどんだけ悲惨なことだったか、はい、そこはね、そう、いやだから、うん、もうその息子やからもう出来の悪いに決まったらやんな、まああのでもやっぱ小泉訪朝はやっぱり大きかったと思うんですけどね、僕は あれも偉かった安倍さんやん、いや、まあ、もちろん安倍さんももう大変なご人で、安倍副官房長官やん、うん、あの時ね、うん、であの時もあの連れて帰った何かね、いやもうあれがなくあるね、うん、あれとないとじゃ大違いですか、でもねあれ連れて帰ったけど、実はあれは一時帰国やって、そうだったんですってね、一時帰国、で一時帰国で、何かまあ帰ってきたね、それで一時帰国やから返さなあかんという約束やって、ほな小泉さんはですね、まあ約束やから返しましょうって言ったよ、ほら安倍さんが何言ってねえと、返さ返さなあかんやないかって、いやだって、キムジョンイルさんに返すって言うたもんって、アホかって安倍さんに怒られて、そんなやり取りはちょっと分かりませんけどね、はい、そうや、だから、うん、あの時も小泉純一郎は返そうとしたんや、そこはねこれから明らかに本当に明らかにしてもらいたいところですよね、ほんま、6でもない、だって郵政民政化ってあれ何かええことあんの、あれあんなアホなこと一生懸命大騒ぎしてやって、今から思うとね何がいいかと、あれ郵政民政化って、はい、何だったんだろうっていう、そこもやっぱり再検証がね必要になってくると思います、はい、では続いてのニュースは、いやだってあの郵政民政化もあれでしょ、結局はその郵便局に預けてる金をもっといろいろと引き出そうとしただけの話でしょ、あれ、いやだって長いこと日本の郵政局があの、郵便局の金利が一番高かったんやから、銀行の金利よりも郵便局の金利が高いわけ、なんでか分かるこれ、だから銀行の金利より郵便局の金利が高いということは、みんな銀行じゃなくて郵便局のお金預ける金、で郵便局で集めた金はどうするかというたら、これは財政投融資に使ってたんや、はいはいはい、財政投融資分かる、財政というし、まあ、第二の予算とも言われてるけどね、はいはい、要するに例えば、日本はもう昭和20年代、30年代、40年代にそのインフラがなかったから、例えば道路を作らなあかんとかね、はい、例えば公団でいっぱいその団地を作らなあかんとか、その時にもう予算がないわけ、はい、金がない、じゃあそうなってきて、じゃあ、あの郵便局に山のように金あると、これほんま国民の金やけどね、これを使おうよって、まあ、だからこれは一応借りるわけ、あくまで投資やからね、財政投融資やから。
からね、はい、でまあこれをこう融資してもらう、もう融資には当然利子がついて、そのお金を返さ、利子つけてお金を返したらまた返さなあかんんだけど、はい、例えば道路公団なんかは財政投融資で年間、まあ今はどうかしらけど昔は年間もう何十億とかで借りとったわけ、はい、何十億とかで借りてもう道、日本中に道路をぶわーいっぱいこしらえていくわけね、ほんでね、まあ、高速道路作るから当然高速道路がお金入りますよね、はい、例えば首都高でもそうね、あの大阪、僕は大阪が阪神高速やけど、阪神高速で、阪神高速もできた時は、はい、いつか阪神高速タダになりますよという約束やって、とこはタダにならへん、所得、僕は首都高乗らへんけど、首都高もタダにならへんやろ、高いろ、はい、もう年々上がっていくわけやん、なんで上がっていくかやったらね、あのどんどん道路延長していくから、どんどんほらね、もう昔できた道路はもう減価償却特に終わってて、ただにしてもいいけど、新しくまた道路こしらえるから、今も土地高いし、もう土地の取得でも大変やから、新しいわずか10キロぐらいの道路作るのにめちゃくちゃ金かかるわけ、その金かかったもんはもう知らないから、ほんなまたすみません、あのお金取りますわって、またどんどん上がっていくわけやけど、まあその日本の交通網とか、どんどんそうやってお金、ほんな毎年毎年お金足らんねん、ほんならもう、一時期はね、道路公団は財政投融資のお金を返すのに、お金返されへんねん、もう要するに返されへんから、でもやっぱり郵便局の金やから、郵便局の金って国民の貯金やからね、やっぱ当然返していかなか、だからそうなってくると返されへんから、国会に特別会計で予算もらってそこからまた返したりしとるわけね、はい、あのそういうふうにして、あの郵便局の金を財政投融資でもバカバカ使ってきたのがもう、もう昭和40年代50年代のいわゆる自民党やね、道路を作ったお金返すのが火の車っていうのは皮肉な話ですよね、うまいこと言うな、僕は一生懸命喋ってないとそれ考えとったやろ、そんなわけじゃないですよ、そんなもう、うん、まあ、改めて小泉さんの、ね、いやほんでそれがね、やっぱアメリカにとったら、あの日本のもういっぱい金、当時バブルでいっぱい金だったから、その金がやっぱりその郵便局に流れて嫌なわけよね、はいはいはい、これ自由化したら、アメリカの銀行とかにも預けてもらえるということで、ほんでアメリカに言われて、ほんでまあ、いや分かりました、あの全部自由化してますわと言って、まあ、多分そういう含みがあったと思う、僕は見てるんやけども、あの年次改革要望書とかその絡みもね、ささやかれてましたけどね、いやだからね、だから小泉言うてもええこと言うてる人ぐらい、いやいやですから何があった、いやいやいや、だからそう、さっき包丁のことを申し上げたじゃないですか、あ、なおぼれヘアスタイルしやがってほんまね、髪型は別にいいでしょう、俺髪型にはうるさいねなんて申し上げていいかわからないじゃないですか、私も、はい、キム・ジョンウン氏の車列が到着したね、会談が始まったわけじゃないんですね、キム・ジョンウン氏の車列が首脳会談会場に到着したそうです、いちいちボトラム車が来たとか、始まったらにしましょう、しょうもないこと言うなよ、ほんまにもう始まったらにね、もう出るか何のためにおるんや、もう、もう今日の仕事それだけや、車列が出ました、車列が来ました言うて、それでギャラもらえるんかい、楽やな、一回変わってくれや、もう僕もそんなやりたいわ、もう2時間の間に2回ピッピッて回してね、おい、それで終わりや、もう続いてのニュースを選びたい、どんだけ喋っとるかこれ、よろしいですか、まあ、内容もないことをね、いや、はい、なくないですよ、はい、もうええかげん黙れ思ってちゃう、思ってるわけないでしょ、ガクトさんに黙れたら一番困るのは私ですよ、そうですか、はい、ほら私もこれ行きましょうか、はい、こちらですね、はい、これもね、申し訳ないですね、本当ね、新幹線のカメラ映像分析へ、乗客3人殺傷事件という、こちらも続けて深入りまいりましょう。共同通信によりますと、神奈川県内を走行中の東海道新幹線の車内で乗客の男女3人が殺傷された事件で、警察が JR 東海から車内の防犯カメラ映像の提供を受けたことが分かりました。この事件は9日夜、新横浜駅と小田原駅の間を走行していた東京発新大阪行きの東海道新幹線の車内で、乗客の男女3人が男に刃物で襲われ、このうち男性が死亡し、女性2人が軽い怪我をしたものです。警察によりますと、提供を受けた映像には現場となった12号車全体が映っているということです。警察はこの映像を分析し、殺人未遂の疑いで逮捕した無職小島一郎容疑者22歳の車内での行動を詳しく調べる方針です。また小島容疑者が事件のあった新幹線に乗ったと説明している東京駅などの防犯カメラ映像も調べ、事件前の足取りを捜査するとしています。警察は11日、小島容疑者の容疑を殺人に切り替えて送検しましたということなんですが、この件に関して作家百田直樹氏は11日、自身のツイッターで、
新幹線の中でナタを持った殺人鬼に立ち向かった梅田幸太郎さん、本当の勇気を持った人です、侍です、心から彼を称えたい、同時に心からの哀悼の念を送りたいとつぶやかれましたということなんですが、38歳でねお亡くなりになったということで、本当に気の毒ですよね。いや、辛いですね、こんな事件に巻き込まれちゃってね。いや、もう本当に立派な行為だと思いますよ。あのなかなかね、そのナタを持ってね、女性に襲いかかってるこの人間をね、とっさにそれを、その制止する、これはね本当に勇気だと思いますね、はい、いや、ご家族はもう素晴らしいですわ、たまんじゃないですよね。いや、もう本当に、ご遺族はね、いや本当そうですわ、はい、いや本当にこういう事件を見るとね、いや、もし私が同じそういう状況にあったとして同じ行動を取れるかなんて、まあ、私は取れるとはとても自分では言えないですね。だから余計にね、いやこの人すごいなと思いますよね、あの現場の仕事もね、あのね、それはね、自分の家族がやられてたらこれ誰でもやりますよ、そのね、助けに行きます、はい、けれども、はい、その全く、まあ、見ず知らずのね、見ず知らずの人ですね、これを、人ですもんね、相当これ女性のね、怖いはずなんですけどね、でね、まあ、実はここには書いてませんけど、はい、私この後でもちょっと別なツイートしてるんですけどね、は、昨日でしたかね、一昨日か、はい、フジテレビの、まあ、夜のニュース番組あるんですが、はい、そこにですね、まあ、非常に気分の悪い報道がありまして、まあ、キャスターかなんか、キャスターじゃないかな、そのレポーターがなんか喋ってるんですけど、ちょっと細かい文章もちょっと正確には言えませんけども、はい、この、まあ、亡くなられた梅田さんですね、はいはい、この人が、精神に入ったから、犯人が余計に、刺激して、まあ、こういう惨劇に至ったという見方もあるというようなことを報道してるわけですよ。はあ、はあ、でしょ、もうはあなんですよこれ、はあ、ピクスでしょ、そんなこと言うんですか、はい、梅田さんが精神に入ったことによって、それで犯人を刺激したことによって、まあ、こういう悲惨な事件が起こったと、そういう見方も警察はしていると。警察がしてるっていうんですか、うん、まあ、警察というのはね何でも言います。まあ、もちろんね、一番最初はですね、二つの見方があるというふうに言ってる、梅田さんが制止したことによって、もっと多くの被害者が出た可能性があったのを少なくしたという見方と、梅田さんが入ったことによって、犯人は逆にこう刺激されて、そういう、こう最悪の犯行になったという2つの見方があると言ってるんですが、警察っていうのはね、何でもかんでもそれはいろんなこと言いますよ、可能性勝手にね、うん、ところがね、それを聞いたそのフジテレビのレポーターがですね、そのまま言うてどうすんねんと、逆に警察が言うたらね、おいちょっと待て警察と、その言い方ないやろ、その見方ないやろと、何や、何でもかんでも可能性言うたらえっちもちゃうどこらどアホって自分の脳で咀嚼しますよね。そう、それをね、アホみたいにね、いや、まあ、梅田さんが精神にかかったのが悪かったんだ、こういう見方ありますせという、アホかと、いや、ほんでね、まあ、これね、いや、ほんでなんか NHK もね、そういうようなことを、そういうのに似たような報道したらしいね、やっぱり、うん、ほんでね、いや、これはね、まあ、あえて、まあ、ここまで僕もその人が悪いような言い方するの もどうやなと思うんですけど、まあ、ちょっと浮気すぎということもありますがね、僕はさっき言いましたよね、はい、北朝鮮がむちゃくちゃしとると、これは日本が挑発するからこうなったんだというような口調で言うようなテレビ局が多いですよね、文脈としてね、なんか似てませんか、構図がね、うん、要するにナタ持った犯人に対してね、やめてくれ、こんなんするから、あ、なしでもわーい言うて、あんなことするから余計そうになったんやという見方で、もうまるでね、もう北朝鮮に対して、もうね、制裁とかするから北朝鮮はもうあんな自暴自棄で暴れるんだ、だから日本悪いんだというようなね、そういうコメントをするようなテレビ局って結構あるんですよね、コメンテーター。だからそれに似てる感じがしてね、もうアホかって余計腹立つんですよ、それ。はい。
刺激するのが悪かったなら、じゃあこの2人の女性がねえさらに殺されそうになるのほっとけばよかったっていうことに、そういうことなんですよ、なるじゃないですか。いや僕ねはっきり言いますよ、あのねもしこの梅田さんがいなかったらね、もっと被害者増えてた可能性めちゃくちゃありますよ。ありますよ、めちゃくちゃありますよ、もうな、もう何にも死んだかもしれないですよ。いや本当そうですね。いやこれ本当ね、僕はね、あのね、あのね、僕はね、もうはっきり、まあもうこれはもう冗談半分なくてね、もうこういう人こそね、僕はね、もう国民栄誉士やってもええと思うぐらいなんですよ。まあ栄誉士なんて別にそんな、それもちろんなん本人は全く言いないけどね、もう、この人英雄ですよはっきり言って。いや、うん、考えられないですよね、うん、こんな。まあしかしそういう発言がね、そうやね、もうね、あのフジテレビのね、ミスターサンデーや、あー、はい、ちょっとおかびれますね、そういう聞くだけでね。そうやね、いやもう気分悪い。いやー、はい、やりましたね。もうミスターサンデー一生見に行くからな、いや、そうです、まあ、今まで見たことないけど、あの、はい、まあ、見なければもうよ、まあね、まずはね、そうや、もうテレビいらんやん、ね、なんとかキャストとか入れてね、もう先ほどのね、もう家方テレビほったろうもん、ワラインのね、はい、告発もありましたけども、あ、テレビ、でも私も見なくなりましたね。あ、でもテレビ捨てたら DVD 見られへん。DVD のとこだけ生かしておいて、はい、DVD、受像機だけはね、もう DVD モニターだけでいいや、はい、テレビはね、あとはいらんわ。そんな百田さん、はい、続いてのニュース、僕も最近地上波に全然呼ばないしね、はい、全くいらん、はい、もう YouTube 見れたら十分や。わかりました、はい、では続いてのニュースいかがしましょうか。まだあるんか。はい、ありますよ。今日ちょっと長いんちゃう、普段より。いや、いつも通りです、時間はいつも通りの長さですから、はい、平等です。ごまかしてんじゃん。してません。はい、それぞれあの数字ごまかしてないよ。してませんよ。どうするんですか、そんなことして。ま、もうみんな10時待ってるんちゃう、はい、待ってませんから、もう。ま、そんなで伸ばしてどうするんですか。この人らもぐるちゃうかな。いやいやいや、ちゃう。ちゃう。そうですか。はい、お願いしましょう。ほんならね、はい、外国人の国民不正、国保不正加入、はい、参りましょうか。これ腹立つわ、もう。こちらはですね、腹立つことばっかりやな。大谷も怪我したしね。まあ、それはあの残念なね。がっかりやわ、もう。お知らせでしたけど。もう朝の楽しみなくなったことは。外国人の国保不正加入を調査、厚労省という、こちらのニュースも深入り続けてまいりましょう。在留資格のない外国人が不正に国民健康保険に加入していないか調査する方針を厚生労働省は固めました。全国の市区町村と地方入国管理局が連携して不正を防いだ事例などを把握し、今年の秋をめどに調査結果をまとめるとしています。調査対象は高額医療を受けるため入国から1年以内に限度額適用認定証の交付申請を行った外国人とする予定です。病院での支払いが高額になった場合、一定額を超えると申請後に超過分が還付される高額療養費制度が設けられています。認定証を持っていると支払いが初めから一定額に抑えられ、超過分を負担しなくて済みます。こうした制度を利用する目的で国保に不正加入しているケースがないかを調べるとしておりますということなんですね。遅いわ、もう早く調べてくれよ、ほんまね。いや、ほんまね、これね、もう5万6万の話じゃないからね。あ、もう何十万というケースがいっぱいあるよ。ほんでもっと例えば極端なこと言うとね、はい、例えば高齢者の高額医療制度とか使うとね、はい、例えばもう1000万とかね、2000万とかね、そこまで、 そんな金がね、税金で払うことあるんですよ。はあ、うん、で、まあ、だって僕はね、高額医療、高齢者の高額医療制度、そこがそのものにもね、実はもうすごく疑問を持ってるんですよ、はい、これはおかしいやろと、例えばね、もう95歳ぐらいになってね、例えばもう肺がんの、例えばオブジーボですか、はい、であれをちょっと使いたいと、まあ、それ3000万かかると、そのうちその、国がもう9割ぐらい負担とね、もうそれが効くかどうか分からへんとかね、そおかしいやろ、それね、で、まあまあまあ、まあ、その高額医療制度のこともおかしいんですけど、はい、これもね、使おうと思ったら使えるわけですよ、外国人がね、例えば、中国人のもう年寄りがですね、はい、例えばもう息子はあ、ちょっとわしももう1000万ぐらいかかるんやと、これ日本 の金で使ってただでできへんが、分かった、父ちゃんは、父ちゃん、わしがほなちょっと日本に行って、ちょっとあの国民健康を取ってくるわと、はい、ほんでもう親父扶養家族でそれで使ったらええやん、おラッキーラッキー言うてね、それでポンポンって日本におってもう1年ぐらいおるだけで、もうその、親父のその中国の親父のその1000万2000万の金をですね、日本が全部負担するとかね、でこんな抜け穴ってね、なんぼでも考えられるんですよ。ざるですよ、ね、ざる
ざる、うんでね、悪いやつはいくらでも考えるから ね, ねでも、まあ、1000万2000万なんて言ったらねもう何でもしょるよそら、うんうん、でそういうねもうざる制度に今まで穴開いてたっていうのはこれ情けない話でね、うん、いやもうね盛りかけてぐちゃ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 言うのにこういうことしっかりやれと、ほんまそう思うわ優先順位としてはねうそう、うん、本当にねもう日本の政治家もみんなダメやねこれ辿っちゃうとやっぱり民主党政権時代のそのあそうそうそう制度変更っていうことそうそうそうこれを民主党が作ったからねなるんですよね、はい、これお前らなんとかせえよと、でもあの民主党ねって言ったらあの最近あの、国民民主の議員がね、何言ってまんねえ民主党なんかとっくにおまへんで我々民主党ちゃいますって何言ってまんねえもう民主党はありまへんでとかね本当にそんな言い回しだったんですか、まあまあ、言い回しはしない、ね、それ近い感じの言い方だったんですかそう国会で言いよったわけや、うん、あの民主党と民進党ちゃいますってとか言ってねまあ、マッセーと言うとかとか知らんけどね、まあ、腹立つやろこんなやつねもうお前ら一緒やねんかこのクソドアホーと、はい、ほっかぶりですかかぶりやもう過去は、ね、全ての過去はかぶりですか、はい、そうもう民主党時代にむちゃくちゃやってきたよね、いやいや我々は民主党ちゃいますって我々国民民主党ですからって、ねはい、一緒ちゃいますってあんたアホかってアホはお前じゃんちくちゃ腹立つ今日は特にさんすいません語彙が暴走されてますねごめんなさいね、はい、もうちょっともう品がないんですよ、ねはいはい、さんもう最後に一言だけお触れになるとしたらどの話題で締めましょうか今日もうお時間いよいよ迫ってきましたほらこの毎日新聞の新聞局にこちら、はい、最後にじゃあこの話題に参りましょう、はい、毎日新聞というと、ね、当番組としてはドキッとしちゃうんですけども、はい、毎日新聞 ね、はい、もう社長出張宛てに僕とこなんか来たもんね、はい、最後にこの話題で触れて、エンディングとしたいと思います元毎日新聞局長に有罪判決窃盗事件でという最後深入り参りましょう共同通信によりますと盗んだキャッシュカードで ATM から現金を引き出したとして窃盗などの罪に問われた毎日新聞大阪本社の元局長に対し神戸地裁は11日起訴猶予、執行猶予のついた有罪判決を言い渡しました判決を受けたのは毎日新聞大阪本社の元政策技術局長藤原紀博被告63歳です藤原被告は2015年12月から去年10月にかけて複数の住宅に侵入して現金やキャッシュカードを盗み兵庫県三田市の銀行出張所などで現金合わせて115万円を不正に引き出したとされていますという、一部の被害を弁償していることなどから懲役3年執行猶予4年の有罪判決が言い渡されていたということです弁償したら免れるのかよ執行猶予なのかよこれ見てたらね、何これ、複数の住宅に侵入して現金やキャッシュカードを盗んで、はいこれプロやんかこれ手慣れていて常習的って書いてありますよねえこんなんほんでしかも犯行は手慣れて職業的で、つまりプロと言って、裁判官がプロと認めるから職業的で悪質だって、はいはいこれで執行猶予甘ないこれちょっとねえちょっとねそう、僕らもスピード違反でもう執行猶予3ヶ月ついたんやけど、全然ちゃうやろこれこっちの方がずっと悪質やないかい違うでしょ、常習犯だったらまずいんじゃないですかまやはなんじゃこれひどいねこれねこれもう社長出て謝れよっていう話になるよね、うん、民主党の言い方やったらね、はいはい、流れではねそうなるんですけどね その辺もなんか忖度が働いてるんでしょうかね、まあ一瞬もまあクズやなもうね早く倒産したいのにな今一回倒産しとったけどな、はいはい、70年でありましたね、はい、63で僕と同い年やんもう厳密に言えば年上じゃないですかいやいやまあ僕もね学年多分同じ学年ちゃうかなと思うんですけどね、はい、同じ僕はまあ早生まれなんて今62やけど、はいもうね、もう62も3もなってね、もう人の家は、いや、ほんでね、単に置き引きやったら分かるよ、はいまあ、分からへんけどね、置き引きは分からんけど、人の家に入って金盗むってね、こんなもん、もうダメです、どう見ても、もう泥棒やで、はい、どうもう残念ながらもうお時間でございます、すみません、はい、いや、今日は30分延長するで、いやいや、ちょっとそれは無理なんです、ごめんなさい、調子乗ってきたわ、いけます、今日はヤクトの白さんでした、明日はケントさんと北村春夫さん、弁護士コンビ初登場、お楽しみに。そう